こんにちは、吉木です。動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は、今 iPhone 買うなら、どれがいい？ということについてお話ししていこうと思います。先日発表された iPhone 16 シリーズ、ついに明日予約開始となり、今どれを買おうか悩んでいる方いらっしゃいますよね。しかし iPhone 16 は無印モデルでも12万円以上する機種で、iPhone 16 Pro に関しては15万9800円からと、超ハイエンドモデルの値段です。しかもこの15万9800円ってストレージが 128GB モデルですからね、このあたり数年おきに機種変更する方でも躊躇する値段ではないでしょうか。一方で現在の Apple 公式ストアでは iPhone 15 が11万2900円、 iPhone 14 が9万5800円から、そして iPhone SE は6万2800円から購入することができます。この値段を見ると無理に iPhone 16 を買わなくても1つ前、2つ前のモデルを買った方がいいのではと思う方もいらっしゃるでしょう。では今 iPhone を購入するならどれがいいのかという疑問に対して僕の見解をご紹介します。では早速なんですけども、結論から言って、今から iPhone 購入することを考えるなら、最高のパフォーマンスを求めるなら iPhone 16 Pro、 そしてコスパを求めるなら iPhone SE 4が出るまで待つ、この2択ですね。この2機種に選ばれなかった理由をまずご紹介していきます。まず iPhone 16 の無印モデルですが、こちらに関しては未だにリフレッシュレートが 60Hz であり、 USB 規格も 2.0 というスペックです。6万円クラスの Android スマホでもリフレッシュレートは 90Hz 以上、 USB 規格も 3.0 以上です。それなのに倍以上の値段を払ってスペックが劣るスマホを買うことは、正直愚行と言えでしょう。そして iPhone 15 より前のモデルをおすすめしない理由としては、今回おすすめした iPhone SE 4が登場を控えているためです。あくまで噂でしかありませんが、ボディやディスプレイは iPhone 14 の形状を採用されると言われています。また USB 端子は採用するだろうし、チップも最新の iPhone のナンバリングのものを搭載する傾向にあることから、今回は A18 チップが搭載されるだろうと考えられています。仮に一世代前の A17 チップだとしても iPhone 15 と同等のスペックとなります。ただし値段は今のところ日本円価格で10万円はいかないくらいだろうと予想されています。この内容を踏まえると iPhone 15 以前のモデルを購入する必要がないのです。値段で iPhone の購入を迷っているのであれば iPhone SE 4が登場するまで待つべきです。ただしこの内容は日常生活で普通に使える iPhone を求めている、そのような方に限ります。 iPhone 自体に最高のパフォーマンスを求めるなら iPhone 16 Pro 一択になります。単純な理由なんですけども、これ以上のスペックを誇る iPhone が今のところないからですね。すでに Apple 公式ストアでは iPhone 15 Pro の販売はしておらず、 iPhone 15 Pro の新品は Amazon で購入することはできますが、値段は iPhone 16 Pro よりも高めになっています。それならチップ性能も冷却効率もバッテリー持ちも良くなった iPhone 16 Pro の購入する方がいいでしょう。以上が今 iPhone を購入するのはどれがいいのかという疑問に対しての僕の考えです。今回の話の内容をまとめると、iPhone 16 Pro か、もしくは iPhone SE 4を待つということですね。iPhone に何を求めるかっていうので人によって最適解は異なりますが、この内容を参考にどの iPhone を購入するか、それとも今は待つべきなのか参考になれば幸いです。今回の内容は以上となります。このチャンネルでは便利なアプリからコスパのいいアイテムなどガジェットについての情報を発信していますので、チャンネル登録していただけますと動画投稿の励みになります。またブログサイトでは YouTube で発信したい情報も投稿していますので、ぜひご覧ください。次回の動画でお会いしましょう。それでは。